ここからはドローバック市にサンタクロース郵便局を設置しまして、今では年間30万通のサンタの手紙、これを処理しています。さらに少し遅れを取ったデンマークでは、1992年にグリーンランドのルークというところに郵便局を設けて約8万通の手紙を処理、スウェーデンではモーラ市に拠点を置いてはないというふうに、国内でもサンタクロース郵便局を反対する人がいるということなんです。何はともあれ、サンタクロースは北欧のイメージの一つです。お土産にサンタクロースグッズ、皆さんいかがでしょうか。これからまだ夏なのにとね、思うかもですけど、はい、もうファッション業界はね、冬物が出始めておりますので、今ヘルシンキの方も、ですが、家は自分のものです、木造の壁ですね、木造の壁ですとペンキの塗り替えは、だいたい12、3年に一度塗り替えるのが良いと言われておりまして、結構スウェーデン人、日曜大工も得意ですし、夏休みの長い人も多いですから、結構自分たちでペンキの塗り替えなどもします。このタイプは地下が1階、地上1、2階ですが、小さいタイプは地下が1階、教育関係です。で、再びメラレッコ、昨日視聴者の横に広がっていた湖のごく一部が見えておりまして、琵琶湖の前の広さです。ストックホルムはずっと左の方です。もうこの橋を渡りますとストックホルムではありません。で、前方左右に伸びている島は散歩には格好な場所です。左側にエルガルナイキ、スウェーデン麦類がとてもよくできますし、また家畜の飼料になる草もよく植えます。干し草になる草もよく植えます、まあ、その他にはアブラナ、黄色い花がきれいに咲くアブラナとかも植えたりしますが、まあ、結構ストックホルム、伐採いたしまして、新しい木を植えたいかな、ごめんなさい。川の絵を描かせたりしますね。こちらご覧ください。
これは牛の豆縛り高すぎです。カッというのは貧乏ですね。ボキでニルスビエルでございますが、彼はハンナリアと軍についておりまして、このラクダを戦利品としておりまして、この国を作らせましたヘルリク・エレンオーラですね。そしてちょっと上の方をご覧いただきますと、イニシャルが書いておりまして、オーガの下のユーリクの下です。で、ロビンさんのグスタブ3世は軍に対してマリアン・バンドをとても購入しましたから、ハンを見返しそして、アルジュ一世は後にデンマークの王子様と婚約をいたしまして、今度は結婚ということになります。で、この300年ちょっと前ですが、スウェーデンとデンマークは戦いばかりを繰り返しておりました。というのが、当時300年前の国のアルジュ一世で、両サイドは島なんです。これでスウェーデン王妃は安泰というわけですね。男の子の次が出ました。写真撮ってすごく綺麗、くすんでるけど、他的生活程度黄历的不要比咱们那黄历的不强，更不强，真的。直播用的，哎，你看咱们按中国风格。不是。300年ちょっと前の話ですね。カール11世、
あちらに像がありますが、ヘルリとエレオノーラの息子の時代です。で、デンマークはですね、スウェーデンを領土にしてました、南の方ですけどね。で、それを取り戻す、きっかけになった商品ですね。で、300年前は今よりずっと寒かったです。で、そしてですね、白くなっているのはもう12月の初旬で、初雪が降ったからです。スウェーデン南部はね、もうデンマークに非常に近いです。ちょっとあそこをご覧いただきますと、もう環境の向こうがデンマーク。こちらがスウェーデンで、ね、海陸がありますね。まあ今ですね、フェリーで簡単に15分ぐらいで渡ってもらっていますね。で、この縄がね、貼ってありますよね。この縄なんですけどね、なぜ貼ってあるかと申しますとね、この下にロイヤルファミリーがお住まいなんですね。ですから、これがないと、あそこの窓のところに行って、ロイヤルファミリーのお庭ね、お庭に置いていく悪い人がいるかもしれない。まあ、そういう意味でここを貼ってあります。はい、映してください。宮殿の前でヨット遊びをしています。